こんにちは、翔太です。今回は最上義明の育成をやっていこうと思います。で、今回はちょっと時間を決めずにですね、筋力10万超えるまでやっていこうかなと思うんで、もしよければ最後まで見ていただけると嬉しいです。育成風景はまた25倍速でお送りしますので、後期育成弾1万2000個あるんで、おそらく大丈夫だと思うんですけど、筋力ですね。筋力10万を超えたら、っていうところでストップしようと思います。ただ筋力特化にするつもりじゃなくて、全体的にプラスであれば、筋力マイナスでも保存していこうと思うんで、その辺はご了承いただけると嬉しいです。それでは育成風景をどうぞ。はい、なんやかんや50分ぐらいかかりましたね。育成弾2000個ぐらい使って筋力4000ぐらい上がりましたね。だいたい、高級育成弾1個あたり2使ったのかなと思います。で、私、この間にですね、ステッパーと呼ばれる機械で、ひたすら運動してたんですけど、7キロ分ぐらい、一応走ったことに、走る、歩くかな。ことになるぐらい運動しながらやってたんで、ちょっと育成にミスが多々あったかもしれないですけど、なんとか筋力10万っていう目標は達成できたので、またこれでボスのチャレンジとかやっていこうかなと思います。動画にするかはわからないですけど、個人的にボスこれでさらに突破できるようになったと思うんで、ちょっとやっていこうかなと思います。これからも、最上であったり、隣の毛利元就も全然育成してないのにですね、神器だけはもうレベル40まで揃えてしまうって、ちょっとよくわかんない状態になってるんですけど、毛利元就の育成であったり、最上義明の育成であったり、で、ちょっとまだ手が回ってないんですけど、上杉謙信ですね、覚醒誕400集まったんで、一覚醒はできるようになったんですけど、ちょっと初期育成弾どうかが追いついてないような状態で、ちょっと、これしばらくは上杉謙信、最上、毛利、この3体をメインに育成していこうかなと思ってます。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。